皆さんこんにちは、私は栃木県は栃木市というところがございますが、そこで市長を務めておりました。そして今は元の仕事でございます弁護士に戻っておりますが、鈴木俊美と申します。よろしくどうぞお願いいたします。さて、今日はそんな私の経験をもとに合併と新しい街づくりについてお話をさせていただきます。栃木市は平成の大合併を経て、現在の栃木市が8年前、もう9年目に入っておりますが、に誕生した町でございます。そこで市長を務める前は合併を推進をしてきたものとして、その体験を踏まえた話をさせていただきます。合併というのは、私は国からいろんな財政的な支援が受けられるからとか、それに応えて、あるいはそれを目的にして合併をしようとしたのではございません。はっきり申し上げさせていただければ、新しい町を作る、そういう思いでございました。ふるさとというのは、自然発生的に人が集まってきて、そこに共同体があるというものは現在はもうございません。いずれも昭和の大合併、あるいはより古くは明治の大合併などを経て、合併を経て、平成の大合併以前の、自治体があったわけで、それ自体がいわば、こう新たに作られてきた自治体なはずです。それが50年60年経つうちに、そこがふるさとになっていたわけでありまして、今後は新たに、さらにそれに加えて広くして、そこがこれからの新しい自分たちの町なんだというふうな町づくりをしていきたい。それに伴う能力も権限も財政も兼ね備えていけるなら、新しい町は必ずできるという思いで取り組んできたつもりです。それは地方の未来を考えたときにそうすべきだと思ってきたからでございます。